さあ今宵も行きましょうか。一人の男は苦悩しておりました。もう金がねえ。あいつをつなぎ止める金なんてどこにもないんだよ。金利すら払えねえ。どんどん取り立ても厳しくなってくる。俺はどうすればいいんだ。そうか、奪い取ればいい。本日の事件は、とある男性の身勝手な考え、そしてその行動によって起こされた事件でございます。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では行きましょうか。はい、ではね、Sの青年時代についてご説明をしていきますが、その S というのは後にこの事件を引き起こすそういう人物でございます。で、 S は高校を中退しているんですね。で、まあその耐え性がないというか、耐えることがなかなかもってできない、そういう S はまあ高校を辞めてしまうわけですよ。で、でもね、高校を辞めてもやっぱ一国一城の主とか一攫千金、そういう言葉がやっぱ脳裏から離れていかないんですよ。そのことで蕎麦屋さんに就職するんですね。まあもしかしたらね、正確に言ったらでっち奉公の方が正しいのかもしれないです。というのがね、蕎麦屋さんでちゃんとした蕎麦屋協会に入っている人は、その蕎麦屋、まあ、入っているお店に勤めると何年か働いてしっかりと認められると、そこからお金を借りて店をオープンすることができるんですね。そういう仕組みになっておりますんで、まあ、いつかね、こう自分も蕎麦屋を営んでいきたいという思いから就職したそうなんですが、やっぱりね、こう耐えることを知らないこの S という人物は数年後にそこを自己都合で辞めてしまうんです。もうやってやんねえよと。で、その後なんとかね、お金を工面してうどん屋さんを経営するんですね。けれども経営が行き詰まり廃業となってしまいます。まあそういう人物ですから、やっぱりお金の使い方とか、まああと技術もね、ちゃんと学んでないところもあると思うんですよ。まあ今でこそね、うどん屋さんっていうのがそこここにいっぱい誕生しておりますけど、この時代はむしろね、関東では、まあ事件が起きるのは関東なんですけど、まだ当時はうどん屋さんよりもやっぱ蕎麦屋さんの方が圧倒的に多かったですね。まああと蕎麦とうどんで言ったら、まあ先見の明があるっていう見方もできるし、蕎麦の方が原材料、原価が高い、だからうどん屋に行ったっていう考え方もできるのかなと個人的には思います。で、廃業した後次にね、料理店に勤務するんですよ。けれどもね、まあ一回ね、一国一城の主をまかりなりにも経験した S は、まあ耐えることができず長続きはできなかったんですね。そして職を転々とするようになっていくんです。はい、ではね、職を転々とする S ではございますが、当然ながら収入は安定しないわけですよ。だって就職してる時はいいけど、辞めたらね、もうゼロになるわけですから、そこで親にこう生活費をたかるようになっていくわけですよ。そのお金を持って夜の街で遊んだりするわけですよね。そこで将来的に愛人となる女性と出会っていくんですが、 S はね、その愛人を作るために、まあブランド品をまず買い漁っていくわけですよ。そしてしまいにはね、高級会社を買っちゃうんですよね。それも全部親のお金、もうニートですよ、ニートにもかかわらず親からお金を巻き上げて、そういうことをやっていくんですよ。で、どんな仕事してんのって聞かれると、こういうふうに言うんですよね。産業廃棄物処理会社の相談役やってるよ。あっち系の人間をちょっとだけ匂わせるような、そして相談役であれば常勤ではないんで、まあたまに行けばいいんだよ、でもお金はいっぱい入ってくる、みたいなことを言っていたそうでございますが、まあすごいよね。でもね、そんな生活も長くは続かないわけですよ。だって親っていうことはもう定年してる可能性が高いわけですよね。
ずっと収入があるわけではなくて、もう年金になってくるわけですから、貯金もどん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 なくなってくわけですよ。そして親ももうお金が出せないっていう状況になってきて、 S はいよいよね、消費者金融であったりいろんなところからお金を借り出すようになっていくわけです。それでは事件に向けて歩んでいくところを説明していきます。 S はね、もうすでに莫大な金額の借金をしておりまして、もうすでに首が回らない状態になっていたんですね。もう返済どころか、もう利息を払うのも大変で、取り立てもどん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 厳しくなっていくわけですよ。でもね、そういう風になっていくと、もう愛人にもお金払えないし、さあどうするってなっていくわけですよね。そこでなんですが、実はね、 S はまあ女性に貢ぐのと軽いお小遣い稼ぎみたいな感じで、1998年から栃木県宇都宮にある宝石店で宝飾品の購入、そして貴金属の加工などの取引を行っていたんですね。そのことから S はこういうふうに思うんですよ。そうか、あそこから奪えばいいんだ。どうにかして金品をあそこから奪えばいいっていうふうに考えて、詐欺を働こうとするんです。ここからもう本格的に事件に向けて歩んでいくんですが、2000年5月29日 S は貴金属、時計を奪うために、そう、奪ってそれを売却して現金化する、そういう計画だったんですね。で、奪うために宝石店に向かって8000万円の取引を持ちかけるんですよ。で、支払いは締め日に行うというような内容だったんですね。一旦私が納品しますよ、そしてちゃんとこれは支払いますんで、うちは産業廃棄物の会社を営んでおりますと、で、そこの相談役役員ですよみたいな感じで言うんですね。で、この宝飾店というのは実はね、まあ皆さんも聞いたことがあるような大手企業なんですよ。確かね、東証一部上場だったような気がしますが、そういう上場してるような会社っていうのは、こう、やばい人との関係があっちゃいけないんで、基本的にこういう振り込み系のものは、前もって予診調査っていうのをしないといけないんですよ。そう。審判会社みたいなところにしっかりとね、身元調査みたいなことをやらないといけなくて、それで身元調査を行うんですよ、この会社も。そうすると S の言っている産業廃棄物っていう会社がそもそも架空だっていうことが分かって、ある意味ブラックリストみたいになっちゃうんですよね。そのことで、この S の持ちかけたビジネスっていうのは、まあ詐欺なんですけど、それはもう破談となって終わっていくんですよ。でも S としてはね、もうどうにかしてお金を集めないといけないわけなんで、今度もう本当すぐですよね、2000年の6月1日、 S は再びその店に来店し、まず先日のことを謝罪するんですよね。あー、売りかけみたいな感じで本当申し訳なかったです、しっかりと現金で次はお支払いいたしますので一括で購入させていただきますというふうに言うんですね。なので後日商品を購入させていただきたいですというふうに言うんですよ。まあ現金なんかどこにもないんですけど、なるほど、現金一括だったらいいのかなっていうことで、この支店の支店長は本社の方にその旨を伝えて OK をもらうこととなります。そして事件発生なんですが、2000年6月11日午後5時過ぎに S は大きなカバンを持ってそのお店に来店するんですね。そして店長にこういったものが欲しいという購入したいものリストを渡すんですね。そして大きなカバンの中には1億5000万円が入っているというふうに店長に伝えたそうでございます。で、今回は現金一括払いだから大丈夫でしょっていうことで、まあ、商談が成立するんですが、1億5000万円分ですので店内にはもう在庫が、店内の在庫だけでは足りないわけですよ。なので店長は
その近隣から集めないといけないので、また閉店後お願いいたします、ご来店くださいというふうに伝えるんです。そしてその間、午後5時半からその7時30分までの2時間の間に、系列店の近隣の店舗から貴金属であったり時計、そういったものをかき集めたそうでございます。で、店長は本社には午後7時半の閉店後にミーティングがあります、商談がありますというふうに伝えていたそうです。で、午後7時30分ごろ、S は再度来店し、そして店長がこう、これが希望するお品ですよというふうに渡すんですね。で、S は一つ一つの宝飾品、そして時計を確認していくんです。で、午後9時50分ごろ、本社から電話が入るんです。で、その電話に対して従業員は間もなく取引が終了するのでご安心くださいみたいな感じでこう本社に伝えたそうなんですが、その時は何の問題もなさそうだったそうなんですよね。で、 S は生産をするからちょっと皆さん来てくれますかというふうに言葉巧みに店長と従業員合計6名を1箇所に集めるんですね。そうすると S は急に態度を豹変させて、刃物を突きつけて従業員を脅し出すんです。まず店長を脅迫し、他の従業員の両手を S が事前に用意した粘着テープで縛らせるんですね。で、 S は店長の両手両足および店員の両足をテープで縛るんです。さらに全員の目にはハンカチを当ててテープを巻きつけ目隠しをするんです。で、全員を休憩室に閉じ込め、店員の足元および1名の上半身になんとガソリンをかけるんです。そう、 S が持ってきていた大きなバッグ、カバンの中には実は現金ではなくてガソリンが入っていたんです。で、 S は火をつけて逃走。で、火災は翌日の午前0時15分頃に鎮火されたそうですが、ここにいた従業員は焼死体となって発見されたそうです。はい、ではね、逮捕とその後なんですが、宝飾店が持っていた不審者リストや店内の防犯カメラ映像が残っておりまして、それが有力な情報となり、こう捜査線上にすぐ浮かんでくるんですね。まあ、どちらにしても店長がしっかりと報告連絡相談ができていましたんで、まあある程度の流れっていうのは本社サイドも掴んでいましたからね。で、この S なんですけど、逃げずに東武宇都宮駅近くの駐車場に車を止めていたんですよ。で、捜査員もその車をもう見つけていたんで張り込みをしていたんですよ。で、翌日の正午頃、 S が車を取りに来たところ、警察が任意同行を求め、そして逮捕に至るというようなことになります。で、裁判ではまあ結構ね、自己防衛ではないですけど、そんなつもりはなかったみたいなね、そういうことを言うんですけど、まあ何の信憑性もないですよね。そんなことから結局死刑となりまして、今はもうすでに執行されているそうでございます。ただね、ちょっと個人的にはね、なんて言うんだろう、1億円は持ったことがあるんですけど、めちゃくちゃ重いんですよ。両手で思いっきり持つようなもん、どれぐらいだろう、重さで言うと米10キロと変わんないぐらいかな、もしかしたらもうちょい重いかなっていうぐらい重いんですけど、多分米10キロどころじゃないか。で、めちゃくちゃ束になるんで、カバン一つじゃ無理なんだよね。で、ましてや1億5000万の現金なんて持ち運ぶのめちゃくちゃ大変なんで、カバン見ただけでわかるんじゃないのかなと思うんですが、近年ね、そういう大きなお金っていうのはね、全部振り込みになってますからね。いやー、でもほんとわがままがすごいというか、まあこのまんまエピローグに移っていきますけど、
その親も甘やかしすぎだなっていう部分はありますし、まあ子供が子供で、多分ね、初めはそのうどん店出したのも親のお金だと思うんですよね。個人的にはわかんないですよ、ここは。やっぱりね、こう再起してもらいたかったっていう思いはすごい強かったんだろうなとは思うんですけど、それに甘んじちゃいけないよねって思うんですよ。で、ちょっとここでこの件ですごい思ったんですけど、とあるね、コンサルの人と話をしてて、で、共通の知り合いがいるんですよ。共通の知り合いがそのコンサルの人と。で、その一人が悩んでたそうなんですよね。こう、友人がお店を持ちたいと。で、出そうと思えばそんなお金出せるって言ってたそうなんですよ。でも、その、知人じゃない、コンサルの人は全力で止めたらしいんですよね。自分のお金じゃなかったら結局甘えが出るから、成功なんか絶対しやしないと。ただでさえ自分でお金出したとしても失敗する人もいると。だから相手のことを大切に思うのであれば、貸さないでしっかりとしたその金融公庫とかそういうところにお願いして、お金は借りさせるべきだというふうに助言したそうなんですよ。それを本当に思い出しました。なので、大切であればあるほどやってあげたい気持ちがある。そして自分の子供であればね、もしお金があればやってあげたい気持ちもあるだろうけど、その人のことを思えばこそ自分でやらせた方がいいわけだよねっていうのを、今更ながらにそれを思い出して、それをもう本当、あ、確かにそうだなっていうのを強く思いました。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価お願いいたします。ありがとうございます。